人の文明が進歩した代償は多くの命です。それは人だけにあらず、数えきれない命、幾千もの種が絶滅していきました。ではあやかしはどうでしょうか。本当に文明の光の中に消えたのでしょうか。次回あやかし話、狼の眉毛をご覧くださいませ。